こんにちは長山ですこんにちはクリスですおっさん FM は毎週金曜日クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやー祇園祭りは、ね、我々京都に住んでますけどもはい人出がめちゃめちゃすごかったですねこれこんなんでしたっけいやこんなんでしたよなんかあ,あのクリスでもあれですよね Vlog めっちゃ祇園祭り特集してましまた祇園、ねはい、祭仕様になってますね、うん、はい、うん、なんであの見て頂ければいいと思うんですけどいやちょっとさすがに人が多いかなと思ってあんまり回ってないんですけどあそうなんだ回らなかったんですけど、うん、子どもの習い事の送り迎えでちょっと中心部に行くことがあってでもう僕はもう車で行くの嫌だって言い張ったんですけど うん、なんか妻が割と「いやいけ,んいけるだろ」みたいな感じで「いけるいける」みたいな感じで妻に運転してもらって出してもらって僕だけこう送ってくるみたいな感じでうん、うん、えやったらもう妻はなんですかあのたまにあれじゃないですかそのや屋台の間を走ってる車いるいるめっちゃ邪魔な車、うんうん、あ,あれをやってましたね <laughs> 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 一応なその交通規制上を車を通れるみたいなんですよ。まだねその辺に住んでる人もいる人いから 一番出入りはできるらしいんですけどもまあそのほぼ99%ほこてみたいな感じになっているので大変だったっていうことを言ってましたね。いや人がさ本当なんだろうねこの何年ぶり3年ぶり3年ぶり、うん、まあ祇園祭りってねあの山鉾っていうなんかこうだしみたいなやつ立てて、うん、で烏丸通りとか四条通りって京都の中心部の通りをね もう夜中こうほこ天にしてそ,うですねそこにもうねぎゅうぎゅうに人が来るみたいなそう巡行の日の前々日ぐらいから、うんうん、屋台も出てね盛り上がっていくって感じなんですけどもいやでも久しぶりに祭りって感じのあっこんなんだったわと思いながらこの2年間ぐらいなかった光景なんでねちょっと驚きもありつつ、ねなね。ななんんかあんなに人が 集まってるのを久しぶりに見たなという感じがしました。いや本当にそうなんですよ。うん、まあだから僕もこの週三連休の間は結構あの町中まあそのね読みが出てる時間帯家族を連れて出てビデオを撮って、うん、またあの YouTube にアップするんでまあ興味がある方はどんなもんかっていうのを見てもらったらと思うんですけど、はい、いやもうこれはねすごかったですね <laughs> まあ本当に人がたくさんいたなっていう感じ。うん。うん なんかちょっと、な、んかちょっと、な、懐かしさがありますよね。そう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 。うん、<laughs> なんか。<に>で、面白いのが、あの、まあ、これ収録してるのが、あの、三連休最終日の夜ということで。はい、昨日、巡行っていうね、もう、なんか、こう、ね、だし、うん、がま。その、山歩鉾が回って。うん、で、今日は、解体してるんですよね。その、先祭りっていうのをそ。そうですね。はいはい。でおと、おととい。 とかのとか当もう夜としててもうかりかんで普通の日常に戻ってる感じでそうそうそう<ー>えこのギャップよみたいな<笑><笑>そうねあんだけいた人はどこに行ったんだって思うさお祭りのあとって感じでねいや本当ね僕ね、うん、あのだから祭りの時もあの賑やかでいいですけどこのなんだろうなこの急な街の変化みたいなのがすごくあの空気が好きですけどね。 まあでもその辺に住んでる人のこう特権的な部分もありますしね。いや僕はもう巡航で人が多いだろうなと思って巡航の日は朝からや逆に山の方に向かいまして <laughs> あの山鉾が山が街中を走ってる時に長山さんは山に向自ってみ、はい、ら山のほうに行ってまた山を登って降りてくるっていうのをして。ははいはい、はい まあなんか天気も悪かったんで久しぶりにあのこの間クリスさんと行った興味峠にも興味峠登って行ったんですけど山の上でこういやなんか自分の自転車かっこいいなと思いながら写真撮ってたらすげえでかいスズメバチを、まあ、僕田舎の育ちなんでスズメバチ見たことあるしなんかこうな,んならこうすぐ駆除してるシーン上京さんの脇でなんか様子を見守るみたいなこともしたことあるんですけどもうん、うん。 もうなんかそれの日じゃないそこで見たことのないぐらいでかいえ,え<あ>僕の中ではあのなんかアメリカの B 級ホラー映画に出てくるキラービーみたいなかそこまででかくないんだけどねどのくらいだででない難しいっつってんだけどね大体なんだろうね親指くらいじゃないですかねその普段んスズメチいたぞっつって見るのがあはい親指ね、うん、親指ぐらい、うん、それの中に2倍ぐらいあったんですよ <laughs> それはでかいいね <laughs>、まあ、2> 2倍ぐらいち,ょち,ょちょっとあも同点してたからちょっとも、うん、その無意識に持ってる可能性も否定はできないんだけどえっ山さんその2倍ってのは長さのこといやえっと2回り人のようにそうそうそう,そうあなるほどなるほどだからそっかそっかはいはいはいボリューム的な話ね、うん、2>, 2倍ぐらいうんええー、それを見て一匹 一匹だけだけったんですよい<や>ーめちゃめちゃねもう顔面蒼白になってもうそのまま真顔で真顔でもう坂道をて降りきましたねいや怖いねそういうのなんかこう話が通じないやつが一番怖いじゃないですかまあ熊とかもそうだけど熊、まあそうですね熊とかも怖いけど。うんなんかどね、虫に 危険で話が通じないやつが一番怖いから、世の中の中で。うん。蜂も怖いよ。うん、それは。なんかね。熊とかは一応鈴とかつけてるんで。うん、なんですかね。まあ。こう、向こうが怖がるってケースが多いんですけど。うん、スズメバチとかミツバチとかは群れで。生活するんですよね。社会があるんで。うん、その、もし巣が近かったりすると。 そのスズメバチ系は捨て身になるんですってあ俺が身を挺してそうそう自分の身を捨ててその巣を守るっていう習性があるんですよなんでなんかこう、えー、そ,のそういうケースにヒットしちゃうとう襲われやすくなっちゃうという、うん、それ向こうはもうや,やるぞって感じできてるわけですよ、ね、なっちゃうやったんぞた、ね。他の他のなんかだからその,その単体で生活してるような虫とかは基本的には人間来たら逃げるんですけども、うん その組織になってる場合はこう守るっていう,こうロジックがあるらしくていやでそれが怖いというふうには言われてるんですね。なんか YouTube をこう見,て見てるとさあ,のあれですよ、まあ、くあの蜂じゃなくて熊だけど、うん、こう和やかに Vlog 撮ってる人たちが急に熊と遭遇してめちゃめちゃて「ああ熊だ!」っつってこう逃げるっていう動画もたまにあるんですよ、ね。怖 いや怖い怖いだから僕も多分蜂とか熊とかに実際見たらもう,どう,もうそれどころじゃないんだろうねいや本当ね全然テンションは違いますねへえ <ー S 2> さっきはねにこやかに写真撮ってた自分と全くこうテンションは違う<や>そうかその時にこの蜂の写真撮りたいって思うかな思わないだろうな逃げるよなきっとな,まあ,なんかまあ少なくとも僕はその時は思わなかったないや思わないよね怖いもんだって <laughs> とにかく 逃げるし後ろを追かけてきてないかっていうことだけがこうはいはいはいんかほら黒い黒い色の服を着てると追いかけられやすいとかきて僕上下真っ黒でさでしかも虫よけスプレーとかもバンバンつけてるからさもう臭くてごめんなさいと思いながらさ <うん S 1> <laughs> 向こうからしたらなんか攻撃しやすいなんか匂かいのするやつが来てるぞっていう,う,うく,く黒いやつが来たみたいな感じだからさもう「すいません」と思いながら <laughs> いやー怖いねそれは。 うん、いやースズメバチかそれがねちょっとね怖かったですね巡行の日にいやそんな巡行の日にさ刺されたりしたら病院も行くの大変ですよそんなの、うん、そうですね巡行で忙しいからちょっとごめんなさいって言われるかもしれないですよね, <laughs> ね熱中症で倒れてたりする人もいるでしょうしねあでもそう、うんまあ、うちのうちまあちょっとその巡行から近い場所に住んでるんですけどもいいん、うん なんか何回もやっぱり救急車のサイレンに聞こえてやっぱりうん巡航の時ってね椅子をこう並べてね有料の観覧席ができるんですよね <laughs> できるできるでそこにこう皆さんこうチケットを買って座るんだけど、うん、まあ道路の、まあ、ど真ん中というか道路の端に椅子をバーって並べるんだけど、うん、もうめちゃめちゃあそこをさ日向じゃないですか日差しがないから、うん、<laughs> 遮るものが何もないからその一個内側だったらねその 波木とかにちょっと入ったりするんだけどそうじゃなくてこう道路側に出てるからもうめちゃめちゃ日当たるから大丈夫かなと思ったけど案のうね、まあそこから出てるかどうか分かんないけど救急車が何回も走っててか、うん、でもあそこは暑いよねやっぱ日差しがきついしちょっと体調とか悪かったりしたら結構ねやばそうですよねだから僕も僕はその巡航巡航自体は行ってないんですけどうん、うん、やっぱりこう見てるとそのテレビで見てると やっぱそなぎなた行って一番有名な歩行を見たいがためにもうんだろう,こう身動きが取れないぐらい人がギューって集まってるっていうからなんかんだろうねこう最近やっぱ人と人との間隔がそこまで狭くなることないじゃないですかないですね、うん、僕多分ね多分ちょっとこうんだろう暑いとか熱中症以外に僕自身がそういうところに行ったら多分ちょっとこう心的な要因でちょっと気持ち悪くなっちかもしれないニックになるみたいなね<ー>分かるわかりますよ ねえいやー大変でもでも本当長山さん本当刺されなくてよかったね,ね、うん、ちょっと気をつけます <laughs> 気をつけましょうはい <laughs>、はい、であのお便りがね来ておりましてお便り紹介いきましょうか長山さんはいありがとうございますありがとうございますマイルドさんですねはいツイッター ID がアットマークハイパーマイルドさんですテクフリ方面から来ましたありがとうございます 一おっさんとして楽しく何週か聞いています仕事中を聞くのに難しすぎずにぎやかすぎずちょうどよくて助かってます一つお話ししていただきたいテーマとして DIY をリクエストしますちょうど先日中学生の長男が石膏ボードの壁を殴って穴を開けました <laughs> <laughs> 香ばしいですね うん、散んざん叱った後でこの穴を塞ぐべくググったところ結構な DIY の匂いがします自分は不器用なつもりはないのですが不慣れな上に道具などの装備が貧弱なため DIY は失敗しがちですあと購入した道具が下駄箱の肥やしになりがちですあ<ー>あ今回もいまいちやる気が出ないのですがお二人の DIY エピソードを聞いてやる気が出たらいいなと思います気が向いたらよろしくお願いしますとはいありがとうございます いやこれは多分長山さんっんですよ <laughs> 長山さん僕はちなみに先に言っておきます僕だったら、うん、このレベルだったら業者を頼みますあもうプロにお願するもう DIY はできないセッコーボね、うん、やっぱりでも中学生は石膏ボード殴っちゃいますよね殴っちゃうねまあ DIY は業者を呼ぶかリタヘイワースのポスターを貼るかですね <laughs> ショーシャンコの空にみたいな <laughs> <laughs> 裏山さんこういうやつはどうですか経験ありますそもそも殴って穴開けるとかありました殴って穴開けるっていうのはないかな石膏ボードっっててセンチ間隔に裏に裏芯が入ってるんですよねあそうなんだ<体>確かに硬いとこありますよね、うん、なんかその押しピンが入りにくいしか,か,かこう壁にかける場合ってその芯を狙ってそこにビスを立てないと、うん、逆に石膏ボードだけだとあのネジとか釘が効かないんですよ、ね、スポッて抜けちゃうんで石膏ボードだとなんでこう ご長男はこうね良かったなと思いますこの芯,を芯を殴んなくて <laughs> 芯殴っちゃうと多分ね手の方がいっちゃうんだよね確かになんで石膏ボードがね手の方が DIY できないんで、うん、でまあそうでしたねで実際、まあ、石膏ボード補修キットみたいなのが売ってて、はい、石膏ボードのちっちゃい石膏ボードのパーツとそれをこう、うん、穴開いたとこを少しこういい感じに切ってそれをはめて接続して上から壁紙用のもので補修するみたいな売ってますけど。うん <laughs> まあ吉田さんに頼まれてもらった方が確かに <laughs> 綺麗にはできるよなと。だよね、いや、僕もね、なんか壁の穴を塞ぐやつの YouTube 動画とかはなんか見たことがあるんですよ。なんかこう、別にかその殴ってじゃないけど、なんか穴が開いたりしたところをちょっとだから一回り大きく綺麗に切って、なんかこう、なんかはめて、壁紙もちょっとクロスをちょっと大きめに切って、麗にこにカットして貼るみたいなやつ見たことあるんですよね。うんうんあれははできないよ僕は ななかなか面白いですけどねあのやってみると、うん、やってみると面白いと思うんですけど、うん、おなんか面白がってできるんだったらいいかなと思うんですけど逆にこう<ー>なんつうかねこれ失敗したら俺はすげえ礼金から <laughs> あ敷金からすげえ額が引かれてしまうみたいな感じでやるとなんかすごい多分辛い感じになっちゃうかもしれないですよね。逆にさななんんかあのなんだろうこうこ 柔らかいクッションみたいなやつをそこに入れてもな殴ってもいいよって場所にくるドームにしといて <laughs> ここだはいい <laughs> ここ殴ってもいい,い。ううちもさなんかあの今の高校生になった長男が受験の時にすげえ機嫌悪くて、うん、受験の一年間なんかその塾で塾に行って宿題が多いとか。 そうなんででもなんか、ね、いつもはおとなしい子なんですよ。はい、だけどその1年間だけど当たると気性が荒くて、うん、なんか「うんうん」とかってうなり声を発するしなんかその布団とかをさ<ー>ボスボスボスってやったりしてなんかそのサンドバッグが欲しいなとかって言ってるど「<laughs> どこに置くねん」みたいにさ「サンドバッグ置けないでしょ」って思うんだけどだからその中学生とかそのやっぱ多感な時期で、うん。 あの、無駄にシャドーボクシングとかするじゃないですか。しますね。僕もしてましたよ、しあの、初めの一歩読んで。うん。ああ、捕まえちゃう。うん。<laughs> 捕まえちゃいますよね。やっちゃいましたね。うん、だから、まあ。今後ね、その穴を塞いだ後にもう一回やられてさ、なんか、ちょっとまた、またやんのかって思うんだったら。<laughs> そうい。う場所にしちゃうとかね。うん。まあ、でも業者だな、業者。これ、業者呼ぶと高いんですかね。 まあそれななりにするんじゃない,ですか、ね、いやうん,うん5,000円とかじゃ済まない気がするな今ちょっと早速ネットでググってみましたけどもえー、一般的な費用としては2万から4万程度とか書いてあるあ2万ぐらいの僕も僕もやか1万じゃ安いだろうなぐらいの頭でいたでも2万から4万だったら道具揃えて一生懸命やって 自自分自身の工数と、うん、もし失敗したときにやっぱ心的なダメージも受けるじゃないですかこんだけ道具買って時間かけたのにみたいな。なで,、ねうん、で多分その何でしょうご家族で住んでるとね家族からもなんかこうええー、みたいな感じになるじゃないですか。うん、<laughs> を考えたらああ見落 本当にマイルズさんのこのお二人の DIY エピソードを聞いてやる気が出たらいいかと思いますよ <laughs> ね。<laughs> 全然、うん、DIY エピソードで言うとうん、うん、まあ僕は数年前は事務所自分で内装を変えてその前はいろいろっていう、うん、なんて飲食店 僕もよく通ってたデザイン事務所兼飲食うちの父親が設備工だったのでうちの父親と母親と僕でその店の施工をしたみたいなうん、うん、あとまあ友達がたくさん手伝ってもらってみたいな感じでやってたのでうん、うん、まあなんかいろいろなことはしましたが道具ねうん,うんあとは洋上ですね DIY 僕がよく失敗するのはあの養生って言ってその周りをその例えば、ね、塗装をする場合でもこう余計なとこ塗らないようにマスキングテープしたりとかビニールで覆ったりとかっていうのがあるんですけどもはい、はい、もうなんか1に養生2に養生みたいな感じ、まあ自分その最初あの飲食店にある時は父親がほとんどやってくれて僕はそ,のそれのアシスタントだったんでいうことを聞いてりゃよかったんですけども、うん、そのノリで自分でね、うん 自分の事務所を DIY で改装しようと思ってやった時には全然うまくいかないことめちゃめちゃ多くてうん、うん、石膏ボード、ね、切ってみたかはいいけど石膏ボードはもちろん石膏の塊なんで切ったら石膏の粉がまあめちゃめちゃ出るんですよね。おなるほど、うん、なんでそれをもう事前にあの何も養生しないでやっちゃうともうその辺がもう真っ白くになっちゃうんですよね <laughs>。う <laughs> ういうことか <laughs> <laughs> で雑巾で拭いてもなかなかもう細かい粒子なんで落ちないし。 掃除機で吸ってもすぐ掃除機のフィルターを集まっちゃうしみたいな感じなんでうん、うん、なんだけどでそれで一度失敗してでまあや,やっぱりこう養生をきちんとしなきゃダメだなっていうのでもう養生シートでもバチバチに周りを養生で固めてやったらあのすごくやりやすくなったみたいな感じで処方、まあの処方なんですけども結構石膏系とか、まあ、何でもそうですけどね木くずもそうだし金属加工するのもそうですけどもそういうふうにこう。 あのお家のよき逆にね DIY しようと思って別な石膏のねとこ切っちゃったとかね、うん、あの木材切ってて床切っちゃったとかあ<ー>そういうことがないようにそのこう養生とそういったこうジグというか,そのなんていうかね自分の作業台みたいなうんのをきちんと確保してやるとかっていうのは結構大事になってくるので意外になんか片手まで始めようと思ったらまあ作業台ないから作業台でこれやってとか。 なんかこう電気取ってくるのにこれ高度足んねえなとかってやってるとポン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 ,ポン結構ね道具,道具とかねあと場所とかそういうのにねお金がかかってきちゃったりとかしがちですよねだからまあその壁の穴塞ぐだけじゃなくてなんかもっとそのなんかこういうこともしてみようとかっていう延長線上でやるんだったらまあなんかこう道具もねそろえやすいでしょうけど。 これのためだけだと、それだけのためにやると、かなりコストパフォーマンスが悪そう。今後、そのね、その棚、その壁にまた棚をつけてみたいとかね。うんうんうんで。あるんであれば、電動ドライバーとかね。そうですね丸のことが買っていくっていうのはね、楽しいですけどね。なんか、その、なんだろう、やっぱ、穴をさっき、その、殴ってもいい場所にするって言いましたけど、やっぱ、こう。うんうん、穴をきれいに塞ごうと思うと、大変だから。やっぱ、こう、真実の口みたいな感じにして、こう。<laughs> ね、思春期を迎えるお子さんがこう、ね、その秘密をそこに叫んだらこう <laughs> 音が吸収される場所みたいな,そのないいですねでそね口にしてみるとか今中学生なんでねやっぱりあのお子さんも、ね、こう殴ってしまって今は多分ねまだこうくすぶってる気持ちがあるかもしれないですけども、うん、その穴をこうきちんと楽を周りに楽葬してその穴をこう一つの作品としてこうずっとキープしとくと <laughs> のそのうち長男の方から。 ごめんなさい僕が悪かったんでそろそろこれやめてもらえますかっていう <laughs> あの下にね何とか何とか何歳の作品みたいなこう、うん、そうそうそう,そう、うん、説明を入れてね荒ぶりみたいなこう台を入れてさ <laughs> 確かにそれ面白いですね、うん、日付にして、ね、<ー>作品としてしばらく撮っとくといいかもしれない<あ>その枠を作る DIY をするっていうのはいいかもしれないですねあ確かに確かにそれだったらねあの失敗しても外せばいいだけですからね、うん、そう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 確かに あのそうそう DIY で思い出しましてあの僕はねあんまやんないんですけど僕はの弟がいましてうん、うん、弟がね鹿児島の田舎で、まあ、結婚して子供いて暮らしてるんですけど、うん、この間なんか家をね中古の家を買ったのかななんか一軒家を買ったって連絡があって、うん、でなんかその写真が送ってきましたけどもとりあえず DIY で。 なんんかいいいろろやってるらしいんですよあ自分で直す感じでセルフデイリフォームするみたいな、うん、そうそう古い家を買って玄関の色塗ったりとかうん、うん、で「あそうなんだ引っ越し祝い何が欲しいの?」って聞いたら「あの芝刈り機が欲しい」っつって <laughs> 芝刈り機あのなんなら公園とかでさこうおじさんたちがこうブンブン長い棒で振ってるじゃないですか「あれあれよあれが欲しい」って言って,てエンジンのやつそそうそうでまあ それおじ送ったんですよ。で、うん、数日してまた連絡がブウンとあのラインが来たからあなんかお礼でも来たかなと思ったらなんか DIY でピザ窯作ったっていう <laughs> 全然関係がない <laughs> <laughs> ああ。あいいですね。うん庭になんかねブロックでピザ窯作って焼いたピザの写真送ってきたけども、えー、美味しそうでしたね。うん。でもそういうのできるねそこまでこうやれるとなんか楽しい。 感じがしますけどね。ピザガマ、まあ、作っちゃいますよねやっぱりね、うん、DIY したらね。いやそうなんですかピザガマ作っちゃいますよ。えー、DIY あれもやっぱり、ね、こう耐火耐火ブロックとか耐火レンガをちゃんと使ってやらないとダメとかね、うん、いろいろこうノウハウがあるらしくてしあそうなん、ね、えー、調べていくとなんかいろいろね面白そうですよね。えー、そっか最近思ってみればそうやってこう自分の手を動かして作るのでなんか自転車のホルダーぐらいしか作ってないしあんま何もやってないな。えまあ、普通そんなもんじゃないですかその そそもそも自転車も作んないし普通はああ普通はっていうかあま僕はやんないからそ,それこそ前はもう石膏ボードうん金属骨組み入れて石膏ボード貼って塗装してとかでずっとやってたんですけどねそう,そうかそうかあなんかそういうのもちょっと自分の人生に足ってなかったかもしれないこの23年祇園祭りだけじゃなくあれをやろうと思ってもね場所とかねそうなんですよねあとお子さんの関係とかもあるやつもあれそれもでかいなあ その一緒にやるとか手がかかんなくなったらとかっていうタイミングはねまっきゅでしょうからいやいやということであのまあ本当に申し訳ないですけど別にちゃかしてるわけじゃ全然なくてですね本当にこうな <laughs> はいあの少なくとも僕は僕は DIY はちょっと全然できない感じなんで永山さんのアアイデアは結構いいかもしれないですねする <laughs>、うん、あとまあ業者を呼ぶっていう、うん、まあその辺りを参考に。 してあのちょっとあの個人的にはこれあの点末が気になり点末があの結論が気になるのでどうしたかねこういうふうにしましたってた、ね、もしよろしければの、ねはい、あのツイッターとかあのあるいはお便りで教えていただけると嬉しいですねはいであのまたちょっと全然違う話なんですけど、うん、ついにですねこの間通信キャリアですかはいキャリアっていうやつを変更しましておお 僕はずっとねあの大学生の時に学割っていうの出てからずーっと au だったんですよ。22年ぐらい、うん、もうなんでしょうもう au と真珠真珠じゃないな <laughs> au と一緒ずっと。<laughs> ずっと一筋で来たわけです、ねんね、なんかあの au の,あのオレンジ色も好きだし、うん、なんかこうブランドイメージも結構好き,だ好きなんですよね。ははい、はい ちょっと二番手でやっ,てやって頑張ってますみたいな感じのねイメージありますよね。正直ね iPhone が出なかった時はなかなかうん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 。iPhone がそっ<ー><そ>かそっか au 遅かったんだ遅かったんですよ<ー>最初はソフトバンクがやっぱ初めに出てたんだっけ、うんうん、そうですそうですでどこも au がちょっと遅れてたんです、ね、そうですね、うん、あの時が一番ちょっとこうえっって思っていやちょっと変えた方がいいんかなって思ったこともありましたようん。 <laughs> 言いましたけど、はい、そこを乗り越えて,越えてずっと英雄にったんですでもある時ね、うん、ふと明細を見たら、うん、結構高えなって改めて <laughs> はいはい <laughs> まあ妻も英雄やってましてうんでまあうちで今長男は、えー、今は何だっけ楽天モバイル使ったのかなあなんか結構安いから長男はねそうそうマートフォンで雨つばもしないしうん、うん まあ使うタイミングだけ使えればいいかなと思ってあの楽天モバイルさんこの間まであの持ってるだけだとゼロ円だったんですよね。ねなんかねそんな感じだったらしいですね。でプラン変わっちゃってちょっとどうすんだみたいなのありましたけど。ゼロそうそうそう円だったから、まあ、そのタイミングだとまだあのいわゆる他の各社のキャリ大手キャリアのまだ安いやつがそんなにちょうど出始めのタイミングだったけどどうなるか分かんなかったんで、まあ、ちょっと先行してた楽天モバイルさんにしてたんですよ。うん で今度は中3の息子が高校生になると多分スマホがいるっていうしうん、うん、またキャリア考えなきゃなとか思ってたらな自分たちの値段も改めて見てみると結構高いなと思って、うん、な,なんかちょっとえなんかポボとかにしたらまあ英同じ KDDI 系列でポボにしたら全然安くなるんじゃないかなと思って、うん、そうしてみようと思ったんですよね、うん、で調べたらなんかあの携帯の「#e」 な携帯のキャリアメールってやつ,ってやつも月に300円ぐらい払ったらそのメールも使えるって書いてあってへえ使ってんすかあれあれね正直ね正直スパムメールしか来ないんですよでしょうんうんでもなんかんだろうえなやまさんもキャリアメールもう持ってない 僕もなんかいや僕もね実はね、まあ、同じタイミングかわかんないけど実はソフトバンクから l i n e っていうソフトバンクがやってるそのですかねサブプランみたいなやつに書いたんですよ同じ同じことをしてるじゃないですか似てるのこと、まあ、やまさに似てるのことしてて <laughs> <laughs> でその時僕あっさりとキャリアメール捨てましたよねいらんって捨てたんだ、うん、捨てちゃうか捨てるかなまあ正直正直んだろうなあのー もう走れなくなった愛車を見てる感覚に近いのかなですね。分 <laughs> かんない, <laughs> い。わかんないけど、<laughs> わかんないけど、うんな。なんか愛着はあるんです,よ愛着るんですね。ああ、まあずっとね、うん、一緒に来たからね。そうそう。ずっと20年一緒に来たしなって思う。まあそんなね愛着も別にもうどうでもほんとはいいんですけどね。うん、うん。でまあまあそのポーボに変えようと思ってさ、あのいろいろと調べて、で妻の方も一緒に変えようと思って調べて、あのまあ言ってもほら。 IT 系の仕事をしてるとはいえもう僕も44歳とかなんでやっぱこう世の中のいろのんな仕組みがさ若者にシフトしていってる中で、うん、まだちょっとこうえ本当にこうやってやるだけでいいのかなっていうこう不安な気持ちもあるわけですよ。はいはいはい。かうてくる調べながらやるからさ。うん、でこう説明の通りこう,こうこうしてってやって、えー、ポポに切り替えたわけ。うん <laughs> そしたらそのさ切り替えたタイミングがさ例のあれよ AU のさ<あ> KDDI の障害障害のあの日とバッティングしてたんですよ<ー>なんとまあで僕はだその日朝から子どもの野球の練習に付きあってグラウンドに行ってたんですよ、うん、で、まあ、練習中にパッと携帯見たらアンテナが立ってないわけあ県外みたいになっちゃうんだ県外でもないけど アン,テナアンテナのあのなんかいいあれがなくなってるのかなその何だろうその色が薄くなってるというかあれなんか電波入んないのかなでもそのスマホ操作すると一応なんかそのツイッターは見れたりするんですよ<ー>でこれねややこしいことに後で知ったんですけどこの KDDI の電波障害あで通信障害の時は iPhone はデータ通信はできたらしいんですよ アンドロイドはその通話網が死んでるとデータ通信もできなくなったんでアンドロイド系の携帯スマホ持ってる人たちは何もできなかったらしいんですけどあ通話も通知もできない通知もできないあ<ー> iPhone 持ってる人たちはなぜかデータ消えたんだなぜかっていうかそうそうそうデータの,そのインターネットはできるんだけど通話ができなかったんですよねで僕もそのなんだろうそのあれ つかないっと思って家に電話かけたらなんかその繋がりませんっていうかなんかなってるからえれ、うん、と思ってなんか僕その移行でなんかミスっちゃってあ<ー>ミスっちゃってなんかうまく移行でできてなくてうんでもしかしたらこれもしかしそのポボのポボってなんか基本ゼロ円でいるとトッピングするんですよね、うん、その機能を何ギガとかうんそれのえ通話放題ももしかしたら申し込まなきゃいけないのかもと思って何も調べずにははい、はいその 通話放題のプランを <laughs> 申し込んで <laughs> それでもなんか電話できないから「<laughs> え何これ?」って思って通話放題って言ってるのに何もできないじゃんってできないじゃんでもまあ,まあ野球のでまあ一応そのメールみたいなのできるから <うん S 1> えー困ったなと思ってまあその時野球終わって家帰ってまあ家帰ったらね別にそのスマホも電話をすることはないわけじゃないですか家 <うん S 1> のネットでできるから操作してで通信障害っていうのに気がついてるのはその日の夜ですよ、うん その日中みんなギャーギャーそのその大変だ大変だって騒いでてその日の夜に実はその通信障害でしたってなってえ自分のこの状態って何通信障害でそうなってたのって思ってさうん、うん、でこのプランを解約したいんだけどなと思ったんだけどとりあえず1か月間は何か <laughs> 使った方がいいかなと思ってそのままにしてますけどね<ー>、うん、見たこところあったんですよね。タイミングがちょっっっと悪悪かかたたですね悪かった 悪かったんんですよ長間さんはもに僕も数か月前にソフトバンク僕もなんかキャリア見ててキャリアの請求書見てて前からこう高えな高えなと思ってたんだけど、うん、<laughs> やっぱ思いますよ、ねうん、でいつか移行しようと思ってたんですけども、うん、なんか l i n e m っていうそのソフトバランクの安いキャリアうん、うん、何て言ったらいいんだこれまあいいやなんか言い方があるんでしょうけどそれがそのミニプランって言って月額900円のプランを出してで。 でまあ、使えるギガがねあの少ないっていうぐらいしかなんかこう差分がなかったんであもう全然なんかパケット通信普段全然してないからこっちでいいやと思って月額900円のプランに移行してでなんかソフトバンクから l i モ e を移行する場合はなんかそのあるじゃないですかなんかこう縛りが契約の、ねうん、違約金9,000円ぐらい払えるやつが、うん、あれなくていいって書いてあったから、うん、ああそれがなくていいんだって思って。 でしかも eSIM も使えるっていうからもうウェブでポチポチしてたらそのまま移行できちゃったみたいな感じであ今こういう体験でいけるんだすごいなと思って大変感心しましたし本当に安くなるのかなと思ったらめっちゃ安くなってなんでもっと早くこれせんかったんやろって後いやそうまあ僕はまだ1か月たってないのかなだからあの安くなった実感はないですけど値段見てるとだいぶ安くなるんで。 これは相当あれですよ、うん、なんで今までしなかったんだろうっていう感じですね。ですよね。ねうん、LINE も LINE がなんか安くなるんだっけ ?LINE の,の通信は通信データ通信量に入らないんですよ。ああそれはいいですね。な,なんだかんだ LINE 上で何かやることもうんですよ、ね。なんで LINE の通話も入らないから、うん、LINE で通話してる分には通話量も。 パケット料金もかからないお<ー>へーすごい。すごい。じゃあもうますます LINE 上にアプリ作っていろいろ音楽聴いたりする ?LINE 通話でモデムつけて音声モデムつけてピーガーってやったらもうパソコン通信し放題ですから。それすごいね。それなんか面白い技術ですね。<laughs> <laughs> <laughs> すごい面白いねなるほど。 そういうまあ理論上はそういう <laughs> 理論上ま,まあいやでもあれでしょうねきっと多分だかそういう使い方をする人には対象外ですよっていうそのなまあう規約がねどうせっていうかまああの多分制限を食らうじゃないですかうんうん通信データ量を超えた場合のうんうんそっちの方がはるかに早いと思います音声モデム使うか <laughs> <laughs> 確かにモデムうん、うん、モデムパターンだとね、うん、うん。うん いや、そうかな、じゃ、長山さんも、ほぼほぼ同じタイミングで変えてたんですね。そうですね。ねなんか、うん、というような感じのことをやってました。いや,ーいやー、もっと早く書いおけよかったな。<laughs> そう思ってますよね。うん、なんか、でもね、やっぱ、やっぱ、こうキャリア変えるときはずっと使ってたから、なんか。うん、なん、なんでしょうね。なんか、ちょっとしたこう寂しさとか。 ああいうのありましたけどね、うん、au じゃなくなる、まあ、同じ KDDI だから別にいいんですけど、うん、ああ au じゃなくなんだなっていうこうさてさて、はい、最後にちょっと僕の方で最近読んだ本をちょっと紹介したいんですけど、うん、先週もね本紹介して SF を紹介しましたけども今週は。今回はね ちょっと永山さんにもねこれ読んでほしいなと思ってあらあら先週も先週だってクリさんに勧める手ってその場合ポチって買ってまだ読んでないのにまたこれ今日これ今日も買わなきゃダメこれ <laughs> いやわかんないこれは別にあの本当気が向いたらでいいんですけどえ今日ね紹介する本のタイトルは「青春とシリアルキラー」っていう本ですねえ佐藤智也さんが書いた本なんですけどこれね 僕はすごいい面白いなと思ってるんですよ、うん、でもなんかハマんない人はハマんないんだろうなと思っているんですけどなんかねメタフィクションなのかなジャンルとしてメタフィクションっていうのかなメタフィクションメタフィクションまあなんかエッセイっぽく書いてある詩小説みたいな感じなんですねエッセイっぽく書いてだからこの佐藤智也さんが主人公で えこの2年ぐらいにあったこと日常のことをエッセイっぽく書いてるんだけどその,の内容は真実とは限らないフィクションもたくさん入ってるっていう感じのスタイルになっててまあ,まあそういうエッセイっぽい感じで書いてあるからめちゃめちゃ読みやすいっていうかなんか硬い感じの小説ではないんですよね。ただその「青春とシリアルキラー」って書いてあるんで。 そのちょっとシリアルキラーってちょっと物騒ないこともあ、ね、っていのは。そう,そうそうそう。うん、でこれなんかその、まあ、この主人公のね人はその、まあ、いわゆる小説家なわけですよ。うん、で小説家でその、まあ、ご結婚されて家に子供がいるんですよ。うん、奥さんと子供がいると。でただ奥さんはめちゃめちゃ仕事ができるからもうその家事も育児も全部やっちゃうわけですよね。旦那はは、まあ、この方は まあ家にい,いつもいるんだけど、まあ、あんまりこう家庭にの役に立ててないみたいな感じの,その居心地の悪さが家の中にあるはい、はい、あったみたいな感じのことを書いてて、うん、なんかその辺のねなんかそのなんだろうこう家庭って結婚して子供ができるといいよとか結婚するといいよ奥さんいるといいよとか、まあ、パートナーいるといいよみたいな。 なんとなくの価値観ってあるじゃないですか。はい、のか一般的にこうある一般的な価値観に対してなんかいやそんなことないんじゃないのみたいなことをこう,うっすらこう書いてあってその辺の,、ね、その切,り切り取りが切りが切方がすごい面白いなと思うんですよね。でなんかその、まあ、シリアルキラーって、まあ、この方はそのこの。 メタフィクションの中で昔そのやっぱ自分が生きていることをこう実感したいために、うん、あの14歳の子が起こしたあの、まあ、殺人事件ですけどもあの世の中を騒がした、えー、事件があるじゃないですか神戸の。あ,あの神戸の町にその編集者と一緒に行ってみてその町の空気を感じてそれをちょっとこう、えー、小説にする。 思うんですよねその昔<ー>そのタイトルが「青春とシリアルキラー」というタイトルなんですけど、うん、でその一旦仕上げるんだけど出版社側からやっぱりちょっとこう、えー、実際の事件のことを触れすぎているから NG って言われてそこの中身をこう改変させられてしまったと<ー>改変させられて出版することになったみたいなうん、うん、でそっから数年経ちその時に声をかけてくれた編集者がやっぱりもう一回の続き書きましょうって言われてうん、うん、っていう とでんかねこのね何だろうねこ永山さんに読んでほしいって思ったのは何だろうねこうこの「おっさん FM」でもちょくちょく話してるんですけど、うん、このん,なんてミドルエイジ・クライシスって言うんでしたっけ、はい、なんかこうおじさんたちが自分自身のアイデンティティをこう、うん、失ってしまう時がある40歳とかでみたいな。はいはいうん なんかあの辺のこともちょっと書いてあったりして、なんかね読んでてね、あそうだよな、そうだよねって思うことが結構多かったんです。<laughs> あ自分のこう自分の置かれる出る状況とかとこう少しこう被っちゃったりするようなことがちらちらとある、うん。そうそうね感情、うん、感情が結構感情的な部分でね。うん、そうそうそうで結構そのまあこれにちょっと微妙な発言なん。 ですけど、うん、微妙な発言ではあるんだけどあのなんか、まあ、結構その年齢そのおじさんになって、ね、そういう中年の危機を迎えた人で、うん、こう自分で死を選んでしまう人が中にはいると、はあ、でこの小説の方もなんかその自分でその死にたいって思うんだけど、うん、それはあくまで思うだけであって実際にそういう行為とは にはならならいんんだって言ってて言るんですよ、うん、でそ,うそう思う、えー、なんか自分の今の死にたいって思うこと自体は自分の今の状況の確認であって、うん、その気持ちの確認であって別にその行動を起こしたいわけじゃないんだみたいなとが書いてあってだ、うん、かその辺のね表現ちょっとねこれねよんでもらうとね分からない <laughs> 僕の解釈が間違ってるのかもしれないけどその辺のね下りがねめちゃめちゃ僕はちょっと、うん、あ なんかわかるなと思っうんで世の中でこう一般的にこう、ね、成功して地位も名誉もある方がそうやってんだろうな自分のこう死を選ぶ人も中にはいるじゃないですかそういうのもちょっとこう書いてあって、まあ、地位とか名誉とかそういうところと 自分のその生存理由みたいなところって実はあんまりこう結びついてないんだよみたいなところがあると。っていうねちょっとこんな真面目な話から、うん、真面目な話から、まあ、これ何章かにあるんですけど突然なんかね同業者の方となんかバンドを始めるぞって言それ <laughs> <laughs> も,もまたミドルエイジクライシスっぽいですね。っぽ <laughs> いでしょ。うん、でバンドを始めるぞつってさ 突然さスタジオに人人で2人ですよその音楽経験もない2人があの集まってさ何 <laughs>、うん、か何から始めましょうかみたいな、うん、でそのドラムがいないから iPhone でそのリズムを鳴らしながら、うん、えあんまり弾いたこともないギターを弾きつつ、うん、その同業者の方の方がノリノリでなんかオリジナルソングを作りましょうとか言い出して、うん、<laughs> でさそのオリジナルソング作りませんかっつって「えいきなり?」みたいな「うんうん、で大丈夫です」みたいな。 あの小室哲哉参考にしましょう彼が作ったゲットワールドのコード進行は利便性が高くて繰り返すだけで一曲作ることができますとかって言って <laughs> <laughs> うん僕も小室世代だけどあんまりはまらなかったんですよねまあゲットワールドは好きだけどそれが真理ですゲットワールドは嫌いな人はいませんとか言っちゃった。<laughs> <laughs> ゲットワールドのさコード進行を流しながらさその友人がマイクを寄せて歌い歌詞で歌った歌詞が「アスファルトを駆け抜ける車速い」っていう <laughs> ゲットワールドのアスファルトのタイヤを切りつけながら暗闇 <laughs> 足り抜けるの。<laughs> コピーみたいな <laughs>、うん、でもこう2人一緒てそれで面白がってこう歌詞を作っていくみたいなその <laughs> なんか面白がり方がすごい何かね楽しく読んでて楽しくなってあなあなんかいいなこういうのもいいなって思うっていうねシーンがあるんでちょっとねあの多分40代の方とかはハマる人はなんかすごくこう「ああ」って思うしんじゃないかなと思うんでちょっと読んでほしいなと思っている小説でございます。 すませんんなかすげいっぱい喋ゃべったり中身がなかったですねごめんなさいはいもう今そんな感もう今買いました金太郎さんの本をはいすいませんはいそんな感じの本を買うとはいまあぜひあの読んでみてくださいはいという感じですかね今週ははいいやもうあと200回がもうすぐなんでねあともうすぐ200回ですかはい来週が199回これが198回なんでねはい また200回がちゲスト会なんで、ね、どんなゲストがいらっしゃるか楽しみにしてください。はいということで、えー、今週の「おっさん FM」はこの辺りとさせていただきます。また来週お会いしましょう。さようなら。さよなら